日露両政府の協定に基づいて北方四島周辺で行う安全操業のうち、ホッケ漁は本来なら今日が解禁日でしたが、ロシア側との調整が遅れ出漁できずにいます。国後島の対岸、知床半島の羅臼町の漁港では今朝ホッケが水揚げされていました。しかしこのホッケは北方四島周辺の安全操業ではなく、いわゆる中間ラインの手前の羅臼側の海で取れたものです。ロシア側との交渉に当たっている北海道水産会などによりますと、本来なら安全操業によるホッケ漁は今日が解禁日ですが、ロシアのウクライナ侵攻の影響で協力金の送金など調整に時間がかかっていて見送られました。不安だけど、まあ行けると信じてね、今月、来月の頭ぐらいでも行けると信じて準備してるから。安全操業をめぐってロシア政府はウクライナ侵攻後の今年6月、協定の履行を中断すると発表していますが、北海道水産会は今月中の開始を目指して調整を進めると話しています。